んな怪獣って結構変わった声してて、そのヒドラっていうのはなんかうーうーっていう感じでね。僕がこの怪獣を集め出したのは6歳ぐらいの時ですね。自分が集め出したのは本当に中学校ぐらいですね。やっぱり数がだんだん少なくなってきてるんで、高いものもあるけど結構復刻されていくんですよね。何度もこう作られていったりするんで、そんなに高くないのもあったり。でもここに今日集めたのは、僕がすごく気に入ってるコレクションで、結構このタイプのこのタイラントっていう、こういろんな怪獣がこういろんな腕がこう違う怪獣だったり、足がこうレッドキングっていう怪獣だったり、こう怪獣の珍しいですね。これとかバルタン星人って言うんですけど、シルビー・バルタンから来てる名前なんですけどね。セミのような怪獣な、宇宙人なんですけど、これは結構有名な声でこうウォッウォッウォッていう感じで、本当にサンタクロースさんみたいな。でそっちの、消しゴムっていうか、そういうちっちゃいやつで多分500以上あるでしょうね。僕が好きな怪獣っていうのはこのタッコングっていう、海の中から出てきて石油を食べちゃうんですよ。例えばこれとか、尻尾がもうなくなってしまってるこのゴジラなんですけど、これは友達がこうおもちゃ箱を整理してたら出てきたって言ってくれたり、本当に。例えばこのエレキングとか、エレクトリックな声ですね。声がガオーとかじゃなくて、なんかなんだか、ブリープ音みたいな、ウィーンウィーンウィーンみたいな。僕の場合はなんかこれ怪獣というこの存在自体にやっぱりちょっとしたこうフェティシズムを感じるというか、見てると興奮してくるんですよね。でなんかそれをこうどん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 集めていってしまうような、そういうこう楽しみというか、そういう感覚があるって感じですね。